はい、皆さんお疲れ様です。 SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方はチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いします。それでは始めましょう。おはようございます。昨日ね、ベナードルイス・アルベルト・ロペスとジョエット・ゴンサレス、ルイス・アルベルト・ロペスが勝利して、フェザー級が、まあ、結構ざわついてきましたね。フェザー級には現在、日本人、はい、亀田智樹選手、阿部レイヤ選手、まあ、堤隼人選手といったね、まあ、ちょっと出てきましたね。世界を狙えそうな位置にいる日本人というのが。そしてもう井上尚弥選手もフェザー級に来るのが、まあ、秒読みというか、はい、もう1年後ぐらいには多分来てると思います。はい、そこでですね、これちょっとね、今話題の亀田智樹選手、何かと話題になってますよね。早速ヤフーニュースにね、こういう記事が取り上げられてましたね。井上尚弥に勝てる、いやー、これなんか食いつきそうな記事ですよね。これメディアはね、こうやって出しますよね。まあこれ YouTuber と同じですよね。このもう公式メディアもどれが注目されるかわかるんですよ。はい、そこで自分も本日、まあこれを題材にさせてもらってます。まあ亀田智樹選手ね、井上尚弥選手との戦うことを目標にしています。それは誰もがそうですよね。井上尚弥選手と戦えばもう巨額なマネーが手に入る、まあそれはみんな戦いたいんですよ。もうこれ勝ち負けっていうよりも戦いたいんですよ、みんな。まあそりゃそうですよね。まあそこで亀田智樹選手がなぜ井上尚弥選手のいるスーパーバンタム級からあえてフェザー級に上げたのか、この辺はインタビューに答えてました。まあこれっていうのはまあ前々からもう答えてましたよね。まあ井上尚弥選手がまあいずれフェザー級に来るのはもう分かっていると、うん、そういうことから、まあ智樹選手も減量が厳しい、そしてスーパーバンタムでまあ残っていても井上尚弥選手と戦えない、まあスーパーバンタム級で2年間指名挑戦者として待っていましたが、チャンスが巡ってこなかった。まあそしてこれがちょっと意味わかんないんですが、タパレスからも、まあムロジョンからも、まあ無視されたみたいな、はい、そういうことですよね。あと既読するなんかも、なんかそういうことも言ってましたよね。うん、この真相っていうのはもう本人にしかわからないんですが、まあこれ、そして井上尚弥選手に勝てるか勝てないか、まあ聞かれたところ、まあ勝つ自信はある、まあそう答えただけなんですよね。まあそりゃそう答えますよね。そう答えない人の方がちょっとおかしいですよ。もうボクシングやって井上尚弥選手と戦いたいと言ってる以上は、これでね、勝つ自信はないなんて言ったらね、もう本当に戦う資格はゼロですよね。そこでフェザー級戦線ね、亀田智樹選手 WBO で確か11位ですよね。そして WBA と IBF でまあかなり上位の5位に入ってるんですよ。これは結構謎ですよね、いきなり5位に入ったのは。昨日ですね、亀田智樹選手の次戦がランキング8位のドラミ選手。ドラミ選手もともと IBF で12位だったんですけど、いきなり8位に上がったんですよね。これも亀田パワーかなんかも言われてますよね。いやだから亀田っていう力はもう本当にすごいパワーを持ってるんですよね。まあそしてこの戦いに勝った方が2位になるなんてね、これ言われたんですよ。ちょうど IBF が2位がクイーンになってるんですよね。そこでまあ亀田光輝さんが昨日発表しましたね。まあ、正式に IBF と話して、まあ、この試合の勝者が2位になると。はい、これを発表しました。IBF が承認したそうです。そこでですよ、これ、次戦で亀田智樹選手が、まあ、ドラミ選手に勝つと、2位になって、阿部レイヤ選手の、だから1個下になるんですよ。阿部レイヤ選手が IBF で、現在指名挑戦者の位置にいますよね。そして阿部レイヤ選手が次タイトルマッチ
の予定なんですよ。そして阿部レイヤ選手の次の指名挑戦者が亀田智樹選手になるということなんですよ。なのでこの亀田智樹選手対ドラミ選手というのは第2指名挑戦者決定戦と言ってもいいですよね。だがですよ、これも待たされるかもしれないんですよ。なぜかというと、チャンピオンの、まあ、昨日勝利したルイス・アルベルト・ロペスと、WBO のチャンピオンのロベイシー・ランミレスで、もうね、同じトップランク同士で、これはボブ・アラムがもう仕掛けてますよね。これ、統一戦がもう行われるんですよ、このまま行くと。ただ、ロベイシー・ランミレスは、その統一戦をやる前に防衛戦が決まってるんですよ。ロベイシー・ラミレスは次戦は、WBC で4位。まあ他の3団体では11位のルーベン・ビラと防衛戦を行うんですよね。このルーベン・ビラっていうのどういう選手かちょっとあんまり知らなかったんですけど、まあ実は実力者らしくて、まあナバレッテとも戦った選手で、ナバレッテとも結構競った試合をしたらしいですね。まあとにかくこのロベシ・ラミレスとルーベン・ビラで防衛戦が行われるそうです。なので、どうでしょう、これ、ロベシ・ラミレスが防衛戦を行うので、少し時間が空くんで、多分ですよ、多分、ちょっと、どうでしょうか。これはもう賭けというか、わからないんですが、IBF のルイス・アルベルト・ロペスは、アベレイヤ選手と指名試合をやると思います。ここで、ルイス・アルベルト・ロペスがアベレイヤ選手に勝つと、もうその次がロベイシー・ラミレスと統一戦ですよね。だから、こうなると、亀田智樹選手は、また指名挑戦権を得ながら、待つ状態になりますよね。いや、またです。またっていうか、もうこれは、もうしょうがないですよね。しょうがないというか、もう今こういう風に進んでいる中で、もう前々からルイス・アルベルト・ロペスとロベシー・ラミレスは統一戦をもうやるなど、もうこれもうツイッター上でも煽り合ってたんですよ。そして昨日もツイッター上でロベシー・ラミレスの方がツイートしてましたね。統一戦をしようと。まあ、智樹選手はそこに自ら入り込んだんで、これは待つのはしょうがないですね。ただですよ、アベレイヤ選手がタイトルマッチうまく、できるか。いやー、頼む、ルイス・アルベルト・ロペス。統一戦の前に、一回アベレイヤ選手と指名試合やってくれ、との願いですね。そしてここで、アベレイヤ選手が勝ってしまうと、もう統一戦の話は消えますよね。そうなるとですよ、アベレイヤ選手が IBF のチャンピオンになれば、もう智樹選手と、防衛戦ですね。いや、これは日本で盛り上がるんじゃないですか。アベレイヤ選手はもう本当にね、智樹選手と戦えばもう名前上がりますよね。昨日のどうやらね、昨日のルイス・アルベルト・ロペスとジョエット・ゴンサレスの試合をフルで見た人から言わせると、アベレイヤ選手もしかしたらチャンスなのではないかという声があるんですよね。昨日ルイス・アルベルト・ロペスはまあ、ジョエット・ゴンサレスに苦戦をした。判定あれ、負けもあり得たのではと言われてるんですよ。まあ、ただね、ルイス・アルベルト・ロペスはね、まあ、過去に、ジョシュア・リントンや、一つ前の防衛戦では、オリンピックの銀メダリストの、マイケル・コンランにも見事に勝ってるんですよね。まあ、昨日の一試合だけでね、まあ、ちょっと弱いと、判断するのは、ちょっとどうなのでしょうか。ジョエット・ゴンサレスが強かったっていうのも自分はあると思うんですよ。なのでどうでしょうかね、この強さというのは。まあ、ただ、アベレイヤ選手からすると、まあ、絶対に勝てない相手ではないということだと思います。まずは、ルイス・アルベルト・ロペスと、アベレイヤ選手、試合実現を、ちょっとね、祈りましょう。そして、これ、アベレイヤ選手が勝てば、もうその次の防衛戦は亀田智樹選手で決まりですよね。これアベレイヤ選手とルイス・ロペスが勝ってしまうと、もうその次は統一戦ですね。絶対というか、まあ9割方統一戦やると思いますよ。となると智樹選手はまた1年ぐらい待たされるんじゃないですか。それってちゃんと考えてるんですかね。まあおそらくこれ賭けなんでしょうね。
そしてその統一戦が終わったタイミングで井上尚弥選手が上げてきますよね。多分ね、井上尚弥選手はスーパーバンタム級4団体統一チャンピオンになってから防衛戦は1回ぐらいしかやらないと思います。多分ね、1試合やるごとに気が変わっていくと思うんですよ。まあ実際そうですよね。フェザーまでと言いながら、まあこの間フルトンに勝ってからはスーパーフェザーまで行けると言ったり、はっきり言ってスーパーバンタムで1回防衛しちゃえばもうあとはね、そんなにやる価値ないと思うんですよ。それよりビッグマネーがね、入り込んでくると思うんですよ。このフェザー級で。なので、防衛を1回ぐらいしたら、フェザー級に行きますね。そしてこの、まあ、例えばですよ、ルイス・ロペスとロベイシー・ラミレスの勝者と井上尚弥選手が、もう戦いますよね、これ。これはもうアメリカの、ラスベガスでやるんじゃないでしょうか。なので、トモキ選手は当分世界戦はできないと思います。ただ、アベレイヤ選手がルイス・ロペスに勝てば、すぐに防衛戦できますね。皆さんはこの辺ってどう思いますか？まあ次のルイス・ロペスとアベレイヤ選手、まずは試合決定することからなんですよね。そしてアベレイヤ選手が勝てばトモキ選手との対戦。ルイス・ロペスが勝ってしまうともう、ロベシ・ラミレスと統一戦ですね。それ統一王者が出来上がったら、井上尚弥選手とビッグマッチですよね。はい、こういうことになると思います。いやな、ある意味、友樹選手はもう賭けですよね。これで友樹選手は、フェザー級でも試合ができないなんて、世界戦ができないなんてことはもう言わないでください。まあ、友樹選手が本当に世界戦を組みたいなら、やっぱり有名な選手を倒していくことですね。まあ、待っている段階でこの間みたいに、まあ、弱い選手と戦ってないで強い選手を倒さなければ、これはダメじゃないでしょうか。まあ、もしくは、トモキ選手は、レイバルガスあたりと交渉しているかもしれませんよね。裏を読んでるかもしれませんね。はい。どうなるか、非常に楽しみです。いやー、フェザー級、もう本当に、面白いですね。もうスター選手も、これから出てきますよ。ロベシラミレスか、ルイス・ロペス、これ勝った方が、まあ、人気ファイターになるんじゃないでしょうか。こういう感じですね。いやー、どうなるか楽しみですね。そして、まあ、フェザー級の話はここまでで。はい、バンタム級戦線。まあ、今日ちょっとニュースで上がってたんですが、IBF バンタム級チャンピオンのエマヌエル・ロドリゲス、エマロードと、指名挑戦者の西田亮介選手ですね。こちらが、まあ、今、亀田光輝さんが動いており、日本での開催を求めているとニュースがありました。いやー、これもね、どうなるでしょうか。なんかこれは日本でできそうですよね。ただ、西田亮介選手、WBO アジアパシフィックしか取ってないんで、日本での開催はできないなんて言ってる人もいるんですよ。まあそういう、まあルールも、なんか あるみたいなことをね、聞いております。このあたりはどうなんでしょうか。そして、明日はついにね、アマプラ興行ですね。那須川天心、中谷潤と、ケンシロね、はい。まあこれアップする頃にはもしかしたら計量はもう終わってるかもしれませんね。明日はね、自分実況生ライブやりたいと思います。皆さんね、ぜひ遊びに来てください。はい、それでは本日はここまでとなります。また本日もしかしたらライブを行うかもしれません。はい。それではね、チャンネル登録、あとツイッター、インスタグラムをフォロー、ぜひよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。